駅前広場ホーム、君峠駅は和歌山県橋本市、矢倉脇にある南海電気鉄道高野線の駅。名称の由来は君峠。駅番号は NK74。和歌山県内では最北端に位置する駅である。単線時代からの在来駅であるが、自動改札機や自動生産機、そして IC カード用チャージ機やインターホンなど、近代的な設備が整う。 北隣の奄美駅とは 3.7km 離れており、高野線では駅間距離が最も長い。相対式2面2線のホームを持つ地平駅。ホーム有校長は8両。駅舎は高野山方面ホームにあり、南波方面ホームへは地下道で連絡している。ホームの柵は薄い緑色に塗られている。無人駅となっており、 林間田園都市駅からの遠隔管理を受ける。高野線の複線化工事の過程で、それまでの島式ホーム一面二線から一時、交換不能な防線駅として扱っていたことがあった。2020年度の1日平均乗降人員は420人で、南海の駅では81位である。主に、大阪、堺都市圏への通勤、通学客が利用しているほか、 橋本への通学生もわずかながらある。各年度の1日平均上工人人数は下表の通り、駅周辺は昔ながらの集落となっている。ありがとうございます。